やっちゃうよ。ライドです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、実写、久しぶりのね、実写っていうことで、ね、今後もちょっと今画質悪いかもしれないですけど、ちょっとね、僕今日やらかしまして、まあそんな感じでやっていますということで、いろいろね、今後も復活していこうかなと思って、編集のやり方とかが、ね、いまいちわからなくて、昨日教えてもらったんで、もしかしたらね、ちょっともしかしたらですけど、ないとは思うんですけど、不具合とかあるかもしれないですけど、もしあったら本当にごめんなさいという感じで、まあでも今後もまた、実写も撮ってね、頑張ってやっていくんで、見てくれたら嬉しいですということで、今日もやっていきます。はい、今日はね、昨日と同じなんですけど、このグローバル大会を負けるまでね、やろうかなと思ってます。で、今日は結構、多めに時間を取ってあるので、まあいけるんじゃないかなと思ってますね。で、しかも結構仕上がりも良くて、6200で今40歳、昨日行った時は30番台だったんですけど、37とか38ぐらいだったんですけど、グローでね。なんで、結構デッキの仕上がりも良くて、デッキも、なんだろう、テンプレートしないんで、相手が、この中のカードを見ても分からないっていうのがあって、そういう強みもあり、周りのカード見たらね、インドラとメガナイト出さなければペッカーかなっていう感じでもあるんで、結構、なんだろうな、まあ強いかなと思ってますね。テンプレじゃないっていうのはやっぱり、その、強いんで、強いっていうか、なんだろう、相手にバレないっていうのが結構強いんでね。そうですね。なんで、で、自分が使ってきたカードがいっぱい入ってるってことでね、めっちゃ自分に合ってるデッキなんでね、俺自作なんですけど、昨日のね、動画見てる人たちは分かっちゃうかもしれないですけど、まあこれは俺の自作ですってことで、グローバル大会をね、やっていこうと思います。で、今回のグローバル大会、デッキを確認しようか、大丈夫か、OK。今回のグローバル大会は、レベル9に統一なんで、割とみんなやりやすいかなって感じはしますね。なんか9統一だとギリギリだけど、10統一だとレベル9のがあって使えないって人とかも、今回はちょっとね、この動画とかを見ていただければ、割と上位を狙えるかもしれないという話でございますと。で、このデッキは、まあもうちょい待ってもいいんですけども、マジャチャ珍しいなぁ。てか懐かしいまである。懐かしいなぁ、マジャチャ。消えたもんな。これ絶対、なんか来月触られるかもしれないカードが、なんか5枚ぐらいあって、ゴブジャイマジャチャ、なんたらかんたらみたいなのがあって、なんかキールさんっていう人が、いつもね、翻訳、日本語の英語で説とかが書いた部分を全部翻訳してくれる神がいるんですけど、その人がツイートしてたんで、まあ、気になる人は、ツイッターとかで検索して見てみてください。この5枚ぐらいカードがあって、ゴブジャイとか今ちょっと使われてないカードが5枚ぐらい並べられて、下方するかもって言われていたんで、よいしょ。マジで？これインドの方が良かったな。これゴースト離れるな。いやー全然だなー。全然ゼンマイ侍ですね。よいしょ。OK。これはここら辺にしとくか。メリコミ。ああ、おっせえ、吹きや。いやー、下手すぎる。やばいやばいやばい、負ける。いやー、負ける。危ねえ。これ、ワンチャンインドかな。インドじゃない、ザップか。やだなー。ケスペッカー来たら逆サイドがないといいますね。ちょっと待ちたいですね、これは。ペッカー誘われてる感じがするが、今、ホグコウモリですね。ホグコウモリじゃない。これでエレキを引き出します。エレキを引き出して、はい。で、こっちインドだけ、単体インドでしばき倒して、で、右サイドは全然削れてないんで、許容できちゃいますね。許容末でいきます。よいしょ。イエベッシュ！戻りますね、インズラが。割ってのインズラが。あー、これでも、微妙かな。よいしょ。いいよ。あ、これエレキが来る。よいしょ。ああいうの間に合っちゃうかな、これは。はいはいはい。ここで出して、こっちに、コジョババコウモリをします。コジョババ出して、ゴーストが来ると思うんで、よいしょ。はい。で、ザップからのエレキだったっけ。いや、間違えちゃうか。お、エレキそっちに出した。オッケー、いいよ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 。
オッケーオッケー。これはいける、これはいける。よし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 、これはいける。オッケー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 。よし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 。危ねえ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 、マジで危ねえ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 。ワンチャン捕まれるとこだった。危ねえ危ねえ。よし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 、まあまあまあこんな感じですね。ライトニング宝箱、これはちょっとゴブジャイが欲しいんで待ってくださいね。よいしょ。あー出ない。まあ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 、スターコインもらえるんで、これだけで500もらえるんでね、美味しいですね。いきますよ、どんどん。これ1時間ぐらいの動画になるから、どうしよっかな、どうしよっかなって感じですね。今シーズンもね、絶対にマルチでも絶対7000は行くんで、てかもうみんなね、意地がかかってるんで、絶対7000超えの勝負になると思うんですよね。うん、とりあえず吹き矢。まあ短いシーズンは別に、なんだろう、まあ俺個人の感想ってか、まあ、妥協しちゃえる人もいるとは思うんで、俺も目指したかったんですけど、全然ちょっと、まあ、前のシーズン妥協しちゃったかなみたいなとこもあったし、でもなんか長いシーズンだから絶対7000いきたいじゃないですか。もう7000マウントがあるんでね。あ、お前7000いってないまだ、あそうなんだみたいな感じのがあるんで、ちょっと7000いっときたいですね。とりあえずメガナイトを合わせていって、ちょっと低めですね。エレキとかいるかもしれないんで、でこれはちょっとアチャ潰しのなんか被れば美味しい。オッケーオッケー、全然美味しい。これでオッケーオッケーオッケー。これ相手は絶対何かしら対応しなきゃいけないんで、オッケー。連打工場、ズンズン。いやこれいらんかな、いらん気がしてきた。いらんかもしれん。よいしょ、いるいるね。いいよ、これ無視ですね。無視してアドに変えていく。多分2ぐらいアド取れてるんで、今多分あれは3入りで出したダゴなんで、間違いなくタイミング的にね、出せるなら出してるはずなんで。ってことはジャイがいるでしょ。ジャイがいるけど、インドラさえ持ってればいいから、ケツメがないとかな。で5入りぐらいでケツジャイが来ると思う。どうだ、おアイスウィズ、なるほど。ジャイは持ってないからアイスウィズでカウンターしていくと。ただ2倍に入るんで、ここはポイズン出ますね、余裕で。これ最端前でいいな。でアーチャーここら辺に来たら、うん、高めに来るよね。よいしょ、ケイ、オッケー、丸太切った。よいしょ、ここでまた目がないとどうすんか。オッケー、丸太切ったんで、これ頭に何かしら当てなきゃいけない。はいはいはい、タゲっている。コンサンガは絶対処理しなきゃいけないんで、オッケー、ノックバック、オッケー。これフリーズが来ると思う。オッケー、で丸太切ったんで足していって、あーアイスイズかー、それは誤算だった。まあ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 いけるでしょう。オッケー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 、よしよしよし、いいねいいねいいね。オッケー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 、いいよ、今日頭の調子がいいですね。めっちゃテイクダークできる。よし、どんどん行こう。まあ今あと50分ぐらいかな、部屋取れてるのが。なんでまあもしね、それまで負けずに行ったら、一回、ちょっと動画を止めて、まあ、後編みたいな感じで行きたいなと思いますね。ケツ工場でいいかな、ケツコンゴでもよかったんだけど、なんか出されたらめんどくさいんで、メガゴに、あ、おいしい、これめっちゃおいしいな。これ超深くに出すのは大事ですね。あ、こっちでいいな。こっち先。で、これザップ打たれたらよ、めんどくさいんで、囲んであげて、はい、いいね。これだね。よいしょ。ザップ。よいしょ。こうですね。間違いなくこうだな。よいしょ。結構上。よいしょ。OK、いいよ。両サイドいい。どっこいしょ。結構上。
いいよ。いいよ。いいよ。これ折れる。無視したら折れる。いいよ。きたー。オッケー。で、これ相手は、ケツラバぐらいしかやることがないと思うんで、どうしようかな。メガゴを切ってないよな。ラバ、ケツラバぐらい。ケツメがないとですね、これは。ケツメがないとして、オッケーオッケー、逆サイなら美味しい美味しい。これは別にこっち折られても、てか、ミンドルだけ出して、こっち攻めるんで、多分折られないでこっちだけ折れると思うんですよね。こっちはワンチャン穴掘りがあるんで、ミンドラで半分削られると思うんですけど、まあこっちは放置でもいいかな、別に。うん。まあそうやってやるしかないんですよね。それしか止める方法がないんで。で確かタルババだったっけな。これはもう棒ポイでいいですね。棒ポイでいい。ああ、そういう感じか。オッケーオッケー。全然いい、全然いい。これでいいですね。んでもって、墓石出さして2周目の工場でさせるかな。もう一回、ケツなんだっけ。ケツして、まあ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 と。いう感じで、オッケーオッケー。これは、ここでいいな。よいしょ。オッケー。オッケー、食うわ。オッケー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 。よいしょ。穴掘りが来るんで、この事故らないように、ちゃんと防衛ポイズンを出してあげて、はい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 と。はいはい、オッケーオッケー。でもって、よいしょ。まあこれは余裕ですね。コウモリが生き生きした毎日なんで。よいしょ。これでいいな。オッケー。インドラ。はい。強いですね。非常に強い。オッケー、いいよいいよ。まあやってる感じなんですけど、グラチャレより、あ、グラチャレと同じぐらいかな。相手の強さは。まあただ上に、言っちゃえばグラチャルよりマックスでレベル、あれが高いですね。大体なんですけど、多分その大体今は14勝の人なんかいっぱいいるんで、多分同じか、まあプラスマイナス1ぐらいの勝数、勝った数の人と当たると思うんですけど、上の70勝とか50勝とかに行くと多分、まあ、プラスマイナス10勝ぐらいの人と当たるようになると思うんですよ。なんで50勝60勝してる人は50勝の人と、最悪でもね、最低でも50勝の人としか当たんなくなるとか、そういう感じだと思うんで、これもうちょっと、よいしょ。ダルメシですね。最初に食らうには痛すぎるダメージだな。ただ、吹き矢が生きる。いいよ、いいよ、いいよ。ワンチャンおる、おる、おるまで行く。いいね、いいよ、いいよ。OK。ここは、まあちょっとあんま通したくないんで、エレキを割いていって、まあなんかされても吹き矢で守れるんで、オッケーオッケーオッケー。これは許容待つかな。オッケーオッケーオッケー。よいしょ！オッケー。ちょっとでも高すぎたな。吹き矢に騙されて高く出しちゃいましたね。これは多分何もされないと思うんで、待ちゲーミング。オッケー。オッケーオッケー。あざ取った、あざ取った。多分エリアと同じぐらいで、ダメ技だけ取ってるんで、まあ、ええ感じっすね。まあ、工場出して多分逆サイ攻めれないと思うんで、今は。とりあえず、ケツインド。ケツインドでしばき上げていって、まあ今回は、なるほど。これエレキか、電撃系、あ、でもコウモリいたってことは、エレキがワンチャンいない説があるんだよな。吹き矢コウモリでしょ？吹き矢コウモリだから、はいはいはい。吹き矢コウモリ、はい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 、オッケーオッケーオッケー、了解した了解した、そういう感じね。オッケー、これでいい。よいしょ。で左は、工場が来るんで、吹き矢が動体してくるかなって感じですね。よいしょ。よいしょ。戦闘ババ出たよ、こいつ。よいしょ。まあ、こっちに圧かけていって、ワンチャン吹き矢が端前来るんで、はい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 。まあ、しゃあなしかな。これはインドをぶち当てていって、ここに足したいですね。これ折れるかな。折れそう。まあ、ただこのインドが仕事するんで、非常にね。
非常なほどに仕事するんで。あーそういう感じか、めんどくせえ、めんどくせえよー、マジか。これ来るかな、こうワンチャンジャンピングで、ジャンピングしないしないタイプのジャンピングね。 OK、 これでよいしょ、まあ来ると思うんで、こっちにちょっかい出していきの、まあ、こうですね、ケツインド、ケツインドをしてこうですね、はいはいはい、これで後ろに釣っていきます。よいしょ、よっよっ、ワンちゃんワンちゃんワンちゃん、いいね、ケツインドだな、もう一回。オッケー、これはメガナイト行っていいな、逆サイホバ、ホバじゃない、小島がコウモリ、なんでコウモリ死ぬねん。オッケーオッケー、でもこっちがいい感じに削れてるから、オッケーオッケー、オッケーオッケー、全然オッケー、これポイズンでいいや、ギャングが来る、あれいける、オッケー、ペッカにも勝てる、いいよ、オッケーオッケー、15勝1敗、はい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 、という感じで、ですね、とりあえずタルババでしょ、まあ、コウモリとかタルババで初対様子見る感じですね。ただ結構やっぱこのデッキだと4コス全部が、4コス4枚が手札にあったりだとか、メガナイト、エレキ、インド、ポイズンとか何も切れねえよって時があるんで、そういう時は2分20秒ぐらいまで待って、シャアなしケツからエレキですね、うん、これはまあコウモリ切っちゃっていいかな。本当工場あったらここに何も出してもらうならゾーンって行きたいんですけど、あ、はいはい、それ美味しいな。普通にこれエレキ受けてきたやつを、エレキをエレキで受けて、エレキで受けてきたやつをインダラとかワンチャンありですね。よいしょ、オッケー、あーいい、美味しい、エレキ切ったからこれインダラでしばき上げて、足前目がないとで終わり説があるな。普通にしかもこれまあまあ削るっていうね。これ客さん来たらめんどくさいけど、まあ吹き矢で対応できるかな。まあ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 、まあ余裕ですね、正直。正直言っちゃうと余裕かな。あー、ファルチで全部しばき上げられそうな気もするんだけど、大丈夫かな。トルネとこれ使ったんで、さすがに、いい防衛ですね、これは。これでなんか出してこないかな、出してこないか。まあ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 、今トルネットファルチェ切ったんで、これで終わりかなって。逆戦インドしちゃおう、おいしょ、おしゃれインド、オッケー。これはトルネもないんで抑えるカードないはずなんですけど、ファルチェか、まあまあ抑えるカードありましたね。次のペッカがだるいですね、なんでここで受けていこう。よいしょ、まあこれで2発か1発受けるけど逆サイ受けれるという感じで、やることないですね。よいしょ、コウモリ、適当にコウモリ、あー美味しい、あー美味しい、インド、インド切っていって、で相手はファルチェ切って、エレキファルチェの順番だったんで、こっちかな。そうだよね、結構だるめですね、これは。よいしょー、ファルチェかな、うぅやば。でもこれは逆サイいける、よいしょ、でこれはこれでしばいて、よいしょ、オッケー、これは勝ったな、さすがに。よいしょ、はい、勝ち、よいしょ、オッケー、オッケーですね。まあ焦らず、なんだろう、相手のペッカとかそういうのを大型を引き出して端前とかでインドを処理するんじゃなく、焦らずね、自陣の奥深くで処理するっていうのが大事ですね。まあ一回そのペッカを受けるときに
エレキ、まあ、ちゃんと陸ユニットでペッカ受けられるユニットが半分ぐらいまで削るならエレキ、まあ、インドがいるならエレキでいいんですけど、まあ、インドが今みたいにスキラに竹取られてるときはちゃんとちょっとエレキを延命して工場しかいないんですよ。言っちゃえばそのちゃんとペッカ受けられるユニットが、しかも工場も受けられるんではなく逆サイに誘導するか、またはさっきみたいにあえて後ろに誘導する、のがあるん で俺が逆サイ誘導しなかった理由は、自分のね自陣にインドがいると逆サイ誘導しちゃうと別にそのインドがねただ敵陣に行くだけなんで、あれですね、その後ろに釣ってあげることによって、出してきたね、まあペッカでもいいしエレキでもいいんですけど、エレキだったら別にインドが活躍しないんですけど、何かしらのユニットが絶対出てくるんで、それも全部ね、まあ、さっきみたいにペッカ出てきたら超美味しくインドでいただけるんですよ。で、あのインド処理するために相手は端前にファイスピとファルチャを切ったんで、逆サイにメガナイトとか展開したりして、そういう感じでね攻めてあげることができるんでね、割といいですね。22分大丈夫かな、動画があるかが一番心配なんですよね俺は。ちょっと重いので動画が上がるかが初めてのね実写で、こんだけ動画をね50分とか60分の動画を上げるのがちょっと心配なんですけど、まあ勝つからねしゃあないですね。おいしょおいしょ、とりあえずコロババぶっ壊していって、はいはいはい、まあコウモリかな、初手は割といいですね。このコウモリ何もしてこなかった、アイスウィズか、アイスウィズならインドでいいな。エレキでやってもなんか、エレキでもまあ良かったっすね。良かったっちゃ良かった。はい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 。こちらはいいかな。ここで足止め食らうんで、多分こっち、インドだけで処理できる。OK。なるほど。ここの届かない位置と届かない位置。よいしょ。オッケー、いい防衛。ちゃんとあれですね、ダメージを許容して届かない位置で殴るのが大事ですね。でこれもちゃんとよいしょ、フリーズ来てからエリキ出します。これもエリはないと思う。オッケー、エリアドでもって、アイスフィーズいるからな。いや、こいつ工場でボーラーを引き出して、インドでしばき上げて、棒目がないってカウンターかな。ちょうど1分入るんで、おいしいおいしいおいしい。全然おいしい。インドして、絶対エレキは前に歩いてくるんで、これで。目がないってしばき上げます。わーこれでもインドさえ延命すれば OK、 活躍太郎丸なん でこれエレキが頭の上に来るんで、まあいいか、ここ焦らずにいいか。 OKOK、 いいですね。よいしょ、そろそろ相手はスケラ打ちたい頃だと思うんで、これカウンターしてスケラかな。はいはいはい、 OK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 、 なんでよいしょ、こっちをよいしょ、オッケー、守り、これ2発でしばく、よいしょ、オッケー、スケフリに勝てる。今日はここに追加してあげて、オッケー、ボッコボコですね。よいしょ、オッケー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 、ボコボコのボコバーツですね。オッケー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 、なんか無料分でもらえるのあるないか。まあ20勝1敗までいけば、1敗もね昨日の動画であとちょっとみたいな、あと2秒みたいなところで負けちゃったんですけど、まあ言ってもしゃあないですね。とりあえずロリババを転がしていって、いや今回は50勝ぐらいはいきたいですね、せめて。周りが80勝90勝してる中で、まあそこまではいかなくともいきたいですね。とりあえずコウモリ、相手はコウモリでしょ、これは面倒ですね。いやーマジか、破られるか、やばい、これ600ぐらい入るな、これ。あーやだやだやだ、あーマジか、
まあシャーなしのメガナイトかな。なんかインフェルノタワー、あ違う、これあれだ、迫撃だ、俺が前やった迫撃だ。いや美味しい、美味しいな、これ確かザップしかないんですよね。美味しい美味しい、めちゃくそ美味しい、めちゃくそ美味しいな。おいしょおいしょ、あー守れないか、守れない、うーびっくりした、マジか。どうしたの？風邪ひいちゃった、風邪ひいちゃった、やばい。うちと徹夜でカラオケしたら気づいたら風邪ひいてくそアホやけ、何もかんもうちのせいじゃね、それだ、うん、顔が風邪ひいてるもんな、顔が風邪ひいてる、風が風邪ひいてる、やばい負けそう、熱測ってないけどこれ40度あるな。40だね40だねよ、嘘ついた、嘘ついた、それは、あーどうしよっかなこれ、やることがねえな、ワンちゃんここで空気が来る、よいしょ、来ない、コウモリが来る、ヘクリキか、ヘクリキだるいんだよなこれ、だるいね、これ受けてあげて爪がないとしかない、溜め、うん、攻撃してあげることによって、うん、あとは迫撃受けと、いやこのね、いやこれはだるい、受けなきゃいけない、これは受けんか、受けんといけない、ワンチャンこれいらんかった、ほんとに違うかな、いや美味しいな、美味しいけど、うん、ちょっとだるいかな、温度つけての、はい、よいしょ、あーいけない、これいけない、やばいな、しかし普通にやばい、これカーゴがやべえ、負けました、あーマジかよ、もう夏終わった、夏終わったわ俺の、あーマジか、何言い訳の、迫撃、迫撃ですよ、いや強すぎなんだよなやつな、今日何勝したの、動画で、動画で、1、2、3、4、5、6、まあまあだな、まあまあや、うん、あーマジか、まあ20勝すればいいみたいなとこあるな、とりあえず、いや僕やっぱ80勝したいんで、さすが、ありがとうございます、いやクソマジでマジか、迫撃どうやったら勝ってたかな、立ち回りが、丸太ないんだったら単純に吹きは誰かったんじゃないか、そっかそっかそっか、ケツメがないとした時の攻め迫撃がちょいだるかった、キングバイでよかったな、そうやって動いてくるやつだったら、うん、でもうガゴムレに結構止められちゃった感があったな、なんとかしてエレキ吹き矢でガゴムレ突破して形組んでってのが一番よかった、うん、なるほどな、け攻め迫撃してきたもんな、いけそうだったもんな、クソ、まあまあまあ悔しいですね、まあなるほど、まあ次反撃来た時にね、しばいて引き殺せばいいかもしれないんで、なるほど、口が悪いですちょっと負けて口が悪くなってしまったってことで、まあそんな感じやな、トラゲもね割とちょっと頑張ってやってはいるんで、まあ部屋入ってきたのいつ気づいた、いや入ってきたらマジ気づかんかったね俺、後ろにいてお化けがと思った前の動画でもさ俺がうわってなってた、うん、そんな感じマジで、そんな気づかん、気づかんのだよな、なんかね BGM がそっちに流してるから結構なんかカチャッとは聞こえたよ、うん、実際カチャッとは今思えば聞こえたけど、うん、人が入ってきてるとは思わんかったななるほど、そう、じゃあブロスやるか、やろうぜってことで次の動画はブロスタの動画にします、よいしょ、動画でやんの、動画でやります、三川さんとやります、俺下手くそだもんやだ下手くそだめっちゃ泣いてるやん、めっちゃ泣いてる、昨日負けた俺も昨日6位ぐらいやん、天ぷらにしばかれたもんなんか昨日、うん、ブロスタのなんかリリースイベントみたいなのがあって、スーパーセルの人とかあとなんだろう、デトネとかファブとかも来てて、それでなんかそのみんなでなんかリストバンドに番号をつけて、なんかその番号結構ね
50人ぐらいかな、いたの、うん、で、なんか1から6まで番号あって、その番号の人がバトルロワイヤルで総当たりみたいなやって、で勝った人が結構なんかあの配信キット、スーパーセルの結構お高い配信キットもらえるみたいな感じでみんな盛り上がってたんですけど、うん、俺ね、普通に結構ちょっとダイナマイクで頑張ってて、うん、なんだけどね、天ぷらに強キャラ、噂の強キャラのウルトで隠れられて、うん、天ぷらが足元に見えてシュ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 って死亡した。これ俺は電波切れてる間に焼き鳥だけ電波生きてて、バトルロワイヤルでエメラルド稼ぎまくったあいつで、ブルでもう真ん中にいもってて殺された。あいつだって電波、みんなが電波止まった電波止まったとか言ってるのに、あいつだけしたたかにボット倒してボット倒してエメ稼いでたから、あいつ。そう、あれクラララリーグだったらやり直しだよ。やり直しってことでね、うん、まあこんな感じなんですけど、負けちゃったわ、負けちゃったけど、まあ30分だから頑張った頑張った、うん、ってことで、うん、これもまあ上げていこうか今日はって感じでいきたいと思うんで、まあ、今後もね、実写の機会をね増やしていきたいと思ってるんで、まあ、毎日、投稿してるんで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕の動画もお願いします。お願いしますということで、今日はこの辺で終わります。バイバイ。バイ。